東北の新星が連盟の競合に挑みます。本日は第38期鳳凰戦 B1 リーグセレクト後期第2節の模様をお送りします。解説は超攻撃型アマゾネス枠津明プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速本日の対局者見ていきましょう。まずはちーちゃから。前節は 45.3 ポイントの12位と苦戦を強いられました。自在な麻雀で挽回を目指します。ケネス・トクタ。続いてなんちゃ。前節 22.9 ポイントの6位スタート。今日も美しく待ってくれるんでしょうか。卓上の舞姫、二階堂亜希。続いてシャーチャ。第1節は 50.9 ポイントのマイナスと出遅れてしまいましたが、卓内唯一の A1 リーグ経験者、くぐってきた修羅場の数が違います。藤原貴弘。最後にペーチャ。プラス 83.9 ポイントで現在リーグ首位。B1 を一気で駆け抜けるんでしょうか。菊田正俊。さあ、以上の4名での対局になります。はい、私が若干噛みました。失礼しました。はい、黄色く塗られているのが本日の対局者になります。すごいところのメンバーが当たってるというか、かなり面白い麻雀になりそうなんですが、B1 リーグ昇級枠たったの2つ、高級が6人とかなり厳しくなってます。このあたりも含めてどうでしょうか。6人はきついですね。6人きついですよね。私は嫌ですね。ここをやりたくないですね。ですよね。昇級も2人なんですけど、はい、菊田プロが今リーグ首位となってます。ただ、はい、追いかけてる2人が、3位で 72.6 ポイントの三浦プロということで、かなり近くなってます。このあたりどうでしょうか。残り4節あるので、はい、ここの上位のポイントよりも下位に、いる50ポイントぐらい負けてる選手がどれぐらい先に復活できるかっていうのが結構こう見どころかなと思います。はい、はい、どんな対局になるんでしょうか。なお、ルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。さあ、対局室の準備ができたようです。第38期鳳凰戦 B1 リーグセレクト後期第2節、立ち合い人倉橋隆の合図で1回戦がスタートしました。さあ、並び順をもう一度確認していきましょう。ちーちゃからケネス・トクタ、なんちゃに二階堂亜希、シャーちゃに藤原貴弘、そしてペーちゃに菊田正俊となっています。ドラは9層です。さあ、ケネスのハイパイドラが1枚、メンツはありません。さあ、続いてアッキー、こちらもドラが1枚、メンツなしの形。さあ、藤原もドラが1枚、総図が多いでしょうか。さあ、そして菊田、ドラがない形、メンツもありませんが、さあ、4社のハイパイ見てどうでしょうか。切り出しが皆さん独特で面白いですね。はい、あ、自牌が1枚も切り出されていないという形ですけど、もう藤原さんがいるんで当然かと。あ、なるほど。対局者に合わせてという感じもあるんでしょうか。あ、菊田、ピンズが多くなってきました。ちゃんたか、本一かっていうイメージでスタートしたんでしょうね。なるほど。さあ、ケネスは今チーピンを引いて手配が引き締まった感じがします。さあ、藤原、ドラが3社に1枚ずつ割れてます。これはどうですか。足手まといになりやすいのか、それとも得点源になりやすいのか。ドラって何枚持ってたいですか。2枚からがいいですね。なのでどうでしょうか、端のドラ。私ね、1枚でも割と安心。あ、そうなんですか。それはどういうことですか。あ、 2枚は、はい、まあ、それは嬉しい。3枚はもっと嬉しいですけど。嬉しいですね。1枚で相手の満貫の確率が下がりますよね、はい、1枚持ってれば。残りの3枚を全部誰かが持っていなければドラさんっていうことがないので、はい、1枚でも持ってれば割と安心して打てるかな。なるほど、うん、あ、結構持ってたいかな、1枚ぐらいは。なるほど。自分の手配の進行とか打点の高さもあるけど、うん、まあ、周りの打点を抑えることができるということですね。ふわっと満貫打ったりしないのが大事かなと思っているので。なるほど。事故みたいなあたりが少なくなる、うん、藤原ここで数層。下茶がね、ピンズ切ってくれないからね、菊田さんですね。なるほど、うん。秋さんの捨て牌は意外と早そうに見えますね。はい、
中ちゃん牌が結構早くて、かといって中央に寄っているわけでもないので、はい、ちゃんたってほどちゃんたにも寄せてないって思うと、藤原さんもしもこう挟まれちゃって、あ、なるほど、出番がなくなっちゃうかもしれないから、早めにターツをさばいていくと。特に2層は、ね、2枚切れだったので、これも自分の上がりはちょっと厳しいということなんですか？ターツか9層引くまでは藤原さんは結構守備的にいくと思いますね。なるほど、急所が埋まれば、急所が埋まるか、ね、相手の満願がの可能性が低くなるか。なるほど。藤原さんのクラスになるとな、2000点も打ちたがらないから、その辺はどうなの2000点ぐらいええやんって私は思いますけれども、はい、さあそこは緻密な仕事し、さあどうやってまとめていくんでしょうか。親番ケネスがイーシャンテ、あ、これで天敗になりました。即リーチと行きました。町はペンチーソーです。純のからですか？純のからですかね。藤原が3枚、そして秋のところに1枚ですね。純からのリーチになりましたが、他3者どうしていくのか。秋さんに野良が重なった時ぐらいですかね。重なる可能性あったっけ。さあ秋、イーシャンテン、初を仕掛けています。これ秋の仕掛けちょっと珍しいかなとも思うんですけど、あ、秋さんはね、もう何でもしますので、何でもする自在性で、はい、ここはさあ秋、ここでカンパッソーで天敗を入れました。トーン勝負してますね。これローソーが4枚場に見えてます。このパーソーとかですら危なくはない。パーソーはね行きたいんですけど、はい、急走が行けないので、あ、行けないのであれば、ここで秋のつま上がりとなりました。初ドラ1のつま上がり、500銭のつま上がりです。親のリーチにね、ダブトンを押して見事な流れですね。すごくあれですね、自然な感じに上がりを取っていきました、うんうん、二階堂秋。さあ上がりきった秋の親番になります。トン2局、秋の親番です。さあドラはチーマンです。さあ秋の牌いっぱい、ドラのチーマンはありません。ピンズで1面完成しています。悪くない、悪くない、悪くない。さあ続いて藤原、ドラなし、ちょっと穴ぼこが多いでしょうか。3色がくっきり見えましたね。さあ続いて菊田、ドラがないですね。そしてケネスのところにもドラはありません。ドラが4枚山でしょうか。これはあれですね、実況を聞いていると、実況の人がどれぐらいドラを欲しているか分かりますね。あのドラはやっぱりドラ気になる、ドラ欲してしまうんですけど、うん、ドラ欲してますね、すごい欲してます。あの、いや、まずはドラがあるととっても楽なルートでその満願が目指せるかもしれなくて、そうでないとあの涼反薬をつけないと上がりに向かえないイメージなんですけど割と連盟の試験を受けてプロになる方は、はい、あの手役を作るのが楽しくって、こう連盟を選んでいるよっていう人が多いので、はい、あのドラは守備方面ですかね。ドラが気になるのはどっちかっていうと、ドラがどこにあるかっていうのはもうや、はい、自分の守備力、いや、もう自分の方向性なんかに気になるわけで、手配には別にドラはあったら嬉しいけど、はい、なかったもやっていけるよっていう人の多いんじゃないかな。なるほど、そういうものなんですね、うん、いや、まだ私 E2 リーガーなんで、そのあたりがまだまだまだなんですけど、あの、でも好きでしょ、メイン本とか好きでしょ。あ、好きです、うん、はい、あの3色もとても好きです、ね、はい、なんですけど、いや、ワクツプロは超攻撃型アマゾネスという2つ名がありますけどどちらかというと守備寄りの選択が多いような、そんな印象もあります。攻撃するためには打たないようにしなきゃいけないね。さて、サブローソーは結構薄いですね。秋さんに天敗入ってる。あ、失礼しました。秋がサブローソーで天敗を入れてます。サブローソーここで打たれました。さあ秋の上がり、ピンク1500点の上がりになりました。こちらありますね、3色。あ、そうですね、あの、ここがリーチにならないのが公式ルールらしいというかね、はい、公式ルール独特の雰囲気があるかもしれません。さあ秋の野番連チャンです。トン2局一本番になります。
秋が自然と上がりを重ねてますね。あ、ここもハイファイ良さそうですかね、かなりいい。さあ、ドラの発はありません。一応、これですか。これですよ。これですね。ドラの発が3枚藤原のところにあります。でもこれバラバラですよ。そうですね、それ以外がこれは立つ、立つ1個だけ。もう本当に絵合わせというか数が並べば、いや、こういうね、ハイパイが一番難しいんですよね。これはここからはほとんど廃校率っていう感じになるんですかね。廃校率というよりも泣ける廃とかにもなってくるので、はい、ちなみに 4% もっと低いのかな、ドラドラ、うん、ドラが3つの確率かなり低いはずなんですよ ね、あのハイパイジですか。ハイパイジですね。 67% でドラがないんですけど、ドラ1が 29% ぐらいで、ドラ3はそう、ドラ2はさらに 4% ぐらいで、ドラ3になるともう本当に紙のように薄い感じになるんですけど、いや、そういう意味では藤原本当に絶好のハイパイをもらったというところだと思います。さあ、ただ秋とぶつかりそうですね、これもうちょっとね。あ、これね、こういうね、いいピン切りとかが、はい、E1 切っても Q1 切ってもいいピン切ってもよかったんだけど、はい、こういうタッチ選択がすごく難しいですね。普段だったら全然失敗してもいいんですけど、はい、ドラさんだとね、まあ失敗したくない失敗したくない、ね、そういう時自敗っていう選択肢にはならないんですか。藤原の手にはペイとナンがあったんですけど、そこはやっぱりジャンプも、あ、この E1 もちょっと痛いか。さあ、3番 E1 を切った後に3番を引いてしまいました。少し崇拝の切り出しの人、秋さん以外ですかね、はい、が多いので、はい、もしかしたら自敗ちょっと気になるのかな。あんまり切りたくないとか、あ、引いた、1個引いた。さあ、ここも間違えたくない選択、うん、ね、振り点 Q1 打ちになりました。振り点がありますね。振り点の可能性を残して、はい、それでも Q1 を打ったってことは何か理由があるんですね。場にリャンマンが2枚打たれてて、ちょっと3万使いづらい。ああ、そのリャンマンを引いてくる振り点の形になりました。ただ秋さんも絶対切るんじゃないかな。リャンマン統一落としだったんで。さあ、藤原イーシャン点になっています。さあ、ドラの初がここで秋のところにションパイです。さあ、藤原のところに3枚なんで切れる範囲なんですが、もちろん切ることはできない。あ、これで振り点を解消。一応 E1 の地位も残したという形でしょうか。残して、もし官労総先に地位の場合は、あ、関数案で、関数案の振り点にしなくて済むっていうね。そうですね、官労総地位ができるようになったのが大きいですね、うん、これは。さあ、藤原イーシャン点。さあ、ここで菊田。アキさん6チッパイシャンテン初は打ち切れるんでしょうか。これは面白い。あ、これは面白いですね。振り点の E1 受けを残すのかの、あ、残した、残しましたね。振り点の E1 受けを残して、はい、ポン材も残す。あ、うん、もう振り点の方が泣きやすいですからね。なるほど、うん、さあ、ここで、うん、相図が両面形になります。6級相の形。さあ、ここでローワンを引いて、まだイーシャンテン。ちょっと3番出た時が気になるな。テンパイを取るのかペイを切るのか、すごい気になるから3番切ってほしいな。あ、菊田面前で仕上がれば高打点ですが、泣いてしまうと寂しくなりそうな。ペイはね、1枚しかないんですよね、はい、1枚切れて。で、はい、あ、これはこのテンパイで初切る、切っていく。あ、切りました。さあ、うん、秋にテンパイが入りました。町は官労層になります、うん、さあ、労層が3枚じゃない、労層3枚ですね、うん、ケネスのところに1枚、残り3枚山に眠っています。ケネスさんもね、バラバラに並べてますけど、しっかり打ってますね。バラバラですね。並べ方はバラバラですけど、しっかり打ってますね。先輩、これは
テンションもあるんですか、こうちゃんと並べるかどうかは。たまに、いや、そもそも、はい、ローソーを引いたところって、はい、チャンタがあるので切ってしまう人が結構多いんですけど、はい、ケネスさん的にあれはあんまり上がれて手配じゃなかったんですね。なるほど。テンションが下がっていて、はい、もう受けの選択をメインにしてるってことですね。はい、なんかな、もうパーピーも切っちゃってるし、あ、急走だ、チーかな、チーすると、これは難しい、仕掛けて、ここはシャンポンの選択になりました。ローピンと3番のシャンポンです。うん、ローピン1枚ありそうだな。ローピンと3番、はあ、短期にしときますか。さあ、秋チーソー短期のテンパイに変わりました。これはなかない。うん、ローソー、ここそうだけど待ちは変わった。ってこれは秋さんなら耐えられそう。そうね、6球層チーしてますよね。6球層チーしてます。うん、はい、6球層チーしてチーソーローンの形がそ、あ、ローピン、ここは藤原の上がりになりました。さあ、初ドラさん、初ドラさん、はい、7700は8000ですね。はい、中筋になっていたのと、はい、スッチーピン、ロッキーピン、振り点だったんですけど、チーソーがすごく上がりやすかった、上がりそうだったってことでしょうね。なるほど。あ、でもあれは当たったら痛い、当たったらドラさんっぽい、あ、そうなんです、ローピンですね。なるほど。当たったら、あ、そのあたり掘り下げたいですが、まずはトンさん曲、藤原の親番になります。ドラは白です。当たったらドラさんっぽいっていうのはあれですね、藤原が仕掛けていて急走の泣きということで単野を仕掛けじゃないと本一な、いや一通になるんだけど、そういう捨て牌じゃないということは役牌になって、わざわざ藤原が役牌から仕掛けてるということはっていうことですね。急走からね、仕掛けてるってことは、はい、急走から仕掛けてるってことは手の中役牌っていうことですかね。さあ、秋ここで悩む第一打、ドラが吐くね、チャンタの選択ですか、これは。うん、さあ、ドラの白ですが、藤原明のところに1枚ずつです。さあ、藤原勝負手を上がりきった感じでしょうか。藤原さんはね、なんかそうですね、ここには心あらずみたいなこと言ってましたけど、そうですね、今上手でしたね今。いや、会心の上がりなんじゃないでしょうか。はい、さあ、E1 の振り点の形とかすごく難しい形を解消して最後上がりきりました、うんうんうん、藤原、今期十段戦の決勝に残っていて今、はい、2日目を消化、最終日残ってますが、現在2位トップと 0.3 ポイント差ということで、しびれますね。しびれますよね、毎回しびれますね、十段戦、はい、今年はもう、はい、アンケートお答えいただいてるんですけど、そうですね、1節目でマイナスをしてしまったんで残留シフトを敷いていると、守備8割でいきますと言いながら今7700を上がりきりました。頭の中8割は来週の中断戦決勝ですということで、いや、ちょっとネタかよどうなんでしょうか、そんなことを言いながらもしっかりと調整して、うん、守備はね、もう体がし、はい、やってしまうんでしょうね。下茶の菊田さんがマンズの本一だったんで、はい、ウーワン、リャンワン、サンワンの比較ですね、危険度の比較はもう圧倒的にサンワンが急勝の可能性の方がパターンが多いので、でローピンが横に手代わりする方がいいんじゃないかっていう、ね、なるほど、あそこの選択はそういう選択で、うんうんうん、ひとまずサンワンを切らないという選択の、うんうん、さあ、藤原ダブトンを重ねて白も統一、絶好調じゃない、大チャンスでですね、うん、手配が絶好調ですね、どちらを泣けてもかなり期待できそうです、うん、さあ、秋ちょっとね、関数ピンに不満があるので、はい、ここからドラっていう感じではないでしょうね、はい、リャンソーを切ってしまうかピンズ払ってしまうかってとこですが、リャンソー一層ね、ちょっと不安なんだけど、さあ、藤原手が進んでいきます。あ、飛んでましたよ、どっち切るの、めっちゃ気になる、
さあ9ピンを切って貫ローピンの形受けていきました。ローピンで上がったからかな。先ほど上がったローピンでそういうことなんですか。今私も先ほど上がった記憶があるなと思いましたけど、あのね、リャンピンが振り手になったんで、はい、カンパーピンにするかなと思ったんだけどな。ここは貫ローピンの選択になりました。さあローピンですが捨て牌に1枚、手牌の方に2枚使われています。山に1枚です。これこのラスト1枚のローピンで上がれるようなことがあるといよいよフィーバーですね。なんかスーピン引きかな。スーピン引きかチーピンが引ければなんとか上がる、なんとか可能性ありそうだけど、アキさんがドラ切ることはもうなさそうなので、もう雀荘統一落とし始めてるね、はい、あ、そうですね、うん、もう完全に受けてて、さあスーピンもちょっと薄そうですか。あ、でも2枚残ってますか、うん、さあスーピンを引いての手代わりサブローピンになるかどうか。貫ローピンのままだと1枚、貫ローピン1枚ですね、うん、はい。ダブトンドラドラ、どうする1万1600円のテンパイになります。スーソー2枚切れ、救世主は、救世主はウソ打ってるかな、打ってそう、チーソー早く打って乱走通ってる、出るか。これは救世主は救世主キクタですね、キクタがピンフのイーシャンテンです。すんごい見せてくれたけど、そうですねシャーだし割とここが、うん、ここかな、9ピン2枚切れてるから、うん、ここっぽいですね。さあここで町が変わりました、うん、藤原増えたんじゃないですか、2枚かな、カンパーピンになりました。さあパーピンは場に1枚、手配に1枚か、2枚ですね、それ1枚ですね、変わらず変わんないか。これ出やすさはどうなんですか、ローピンパーピンあんまり変わらない、もう受けてますもんね、うん、2人は。あ、ここで缶が入ります、うん、リンシャンはさあこれで点数はテンパネして1万2000になりました。あ、やめますね。あ、やめた、ピンズ余っちゃったんで。藤原の捨て牌もう、あ、でもそうですね、最後がウーピンなんでピンズ、そうですよね、うん、ソースはなさそうな。あ、これね、待ってたんだけどね、しょうがないね、もうどっちにしろ。ん？粘ってる、テンパイじゃない、テンパイじゃない、じゃない、はい、まず逆さまだから見づらいよ、はい、そうですねさあ、藤原のチーマンもひっくり返ってますあ、これは、まあ3万を切ってカン、ね、ウーマンのテンパイになります、うん、形式テンパイ十分。さあ菊田テンパイを取り切ることができました。さあ藤原菊田の2人テンパイで流局です。いや菊田は嬉しいテンパイ、藤原ちょっと悔しいですか、うん、でも学校切られちゃってるから、はい、怖さもあったと思いますよ。あ、なるほど、切ったのは菊田さんなんで、はいはい、もしかしてダブトン切るぐらいだから向かってきちゃうんじゃないかなと思って、自分ドラさんじゃなくてドラドラなんで、はい、菊田さんがドラドラの可能性がないわけじゃないですよね。なるほど、あのダブトン切った人をケアしながらで、はい、まあ、自分も打たずにもしかしたら上がれたらいいなぐらいの気持ちだったと思うんで、なるほど、痛いっていうよりは、はい、そっかって感じ、あ、そっかぐらいの感じですか、うん、そっか。さあ藤原の親番が連チャン、ドラはチュンです。ああ、チュンを引いてきたのはケネス、ケネスさんちゃんとか見えるでしょうか、結構苦しい、あ、ここまでの旋回ですか、うん、さあ親番藤原、両面立つが多い形、菊田まとまりそうな形ですか。菊田さんはね、まとまんなくてもテンパイロとか取ってくるからね、
なるほど、そういう力強さがある、しつこい粘り強いですかね、ここでは、はい、単語間違えちゃうんだよね、そう、単語の、はい、今日はワクツプロとご一緒させていただくにあたって、あのぜひ治安について聞きたかったんですけど今日はこれは治安は比較的いいですか？今日は治安いいでしょう、明らかに治安いいですか、はい、今日は治安が、そうです、私もあの第一巻こうメンバーを聞いた時に今日は治安が良さそうだなって、今日は治安がいいですよ、治安がいいという、はい、じゃあワクツプロが入ってたらもうなんかノリノリで泣いていけるって感じですかね。ああそうですね、で今日入ってたら、今日入ってたら、うん、だいたい切った人と戦いますけどね、切った人と戦うドキドキタイムですけど、最近はあのちょっと体力つけてこのドキドキを楽しむようにしております。なるほど、さあケネス差し子の三色が見えてきています。さあ単葉に向かうか、秋手がまとまっていいシャンテンになりました。三色は消えてしまったかな、四五郎のいいシャンテン嘘さえ入れば、藤原さんが、さあ藤原貫老ピン、これは急所が埋まったように見えます。さあドラのチュンが1枚足手まといになってしまうかどうか、おお。あ、さあケネスのところに、いや3色ってほどでもないよこれ、両ピンめっちゃいいもん、はい、あ、ただここは聞いてない聞いてない聞いてない、いいピンがだいぶ切られていて、うん、そうですね、両ピン良さそうにも見えましたがここは3色重視していきます。あ、123の3色がちょっと、あ、3色悔しいところか。さあケネス3色がはっきりと見えてきました。9ピン1枚切れで9ピンを落としていって、うん、これ泣いていく選択肢もあるんですか。これ難しい、え、どっちにしよう、これどっちにしよう、これどっちにしよう。さあ秋天敗ですが、ウッパスソウ両面にするのか、カンウーソウに受けるのか、カンウーソウは3色が確定する形、うん、ここはタンヤオを選択しました。ウッパスソウ、あ、ケネスともちもち、あ、でもケネスさんね、泣かなくてもいいようにしたんで、あ、イースピンテンパイ、ここでテンパイが入りました、うん、菊田イースピンでテンパイです、うん、イーピンでも4枚打たれてますね、さあスーピンは捨て牌にはありません、自分で1枚、秋の手牌に1枚、山に2枚残りのイースピンです。ケネスさんは使える、さんだけが余っちゃうかな、ここも使えるもんね、あ、そうですね、うん、さあ藤原マンズ離れた形になってますが、三面ちゃん系そして両面三面ちゃん系のいいシャンテンになってます。マンズだけちゃんとしてほしいな、なんでですか見えづらい見づらいな、マンズだけ、マンズの上下が揃ってないと非常に見づらいですが、うん、チーマンパーマンが逆立ちをしている形、イースピンテンパイ、あ、パーソー、ここで打ち出されました。さあ秋の上がりになりました。タンヤオ1300は1600の上がりです。リーチをせずにウッパスソーにするあたりが秋さんらしいですね。そうですね、で最後パーソーで打ち取ってるんで、うん、嘘だとちょっと悔しい気持ちになるかもしれない。ロッキーソーがすごく川に出てしまってたので、ローソーとキューソーが、はい、上がるならパスソーだなって思っての選択、山にいると、なるほど、だけどリーチはしない、はい、このなんか絶妙なバランスがもう秋さんですね。今日はなんかすごく自然に上がりを重ねてる印象ですね。まだちょっとドラが来てない印象があって、うんうんうん、高い手にはなってないんですが、うんうん、ここまで3回上がりを重ねています、うん、普通のことができない人は普通以上のことはできないので、はい、やっぱり秋さんは普通のことをしっかりやるっていう、はい、ちゃんとテーマありますよね。なるほど、ここ数年は今までなかった新しいことにチャレンジしているということもこの間おっしゃってました。前より若干攻めの方もなんか見ているかなという部分もあるんですけど、やっぱり守備がまずあって、そこからまあ攻めを見ていくっていう感じ。ああ、今菊田がダブトンを重ねました。
守備を第一にすると、はい、上がりを逃してしまうようなことがあるんですが、はい、もう初手から降りてしまうと、はい、曲が長引いてしまって上がれないはずの人が上がれてしまって結局守備にならなかったよっていう風になるので、はい、どっちもやるのが守備だよっていうのが秋さんのスタイルチェンジでしょうね。ああ、うん、なるほど。軽い上がりもしっかり上がるところもしっかり上がる、うん、はい、打たないっていうだけが守備じゃない、守備じゃないよっていうふうに教えてくれてるんだと思うんですけど。なるほど。勝手に教わってる、ごめん。あー、これ聞くたの初ちょっと痛いですか今。痛いですけど、ウーピンはちょっと難しいですね。ウーピンは難しい。ウーピン切りっていうのありますけどね、一応。さあ、聞くた、チートイツイーシャンテンの形になっています。ドラがチーマン、1枚浮いているチーマンはドラになってます。菊田の形難しいですよね。これダブトンはどうするんですか。ダブトン、うん、ダブトンは泣かないと思うけど、これ普通に、はい、キューピン、普通にキューピン切るじゃないですか。はい、自分もうん、あそこキューピンだと思いました、うん、はい、だけどチートイって思ってるんでしょうね、ドラが。ああ、なるほど、気持ちがチートイツなんですね、うん、でここで若干メンツ手を見たってことですね。そうですね、ドラにくっついて、はい、これだとトンポンするかな。さあ、ケネス・ションパイのペイを見せてくれましたが、菊田はこれをスルーしています。やめたいんだな、うん、藤原もう、うん、帰りたい。あーっと、これはペイペイにするか、ローソー1枚切るか。ローソー1枚外していきました、うん、まだ間に合うって思ってるね。まだ間に合う、うん、次のローソーだってめっちゃ怖いじゃない、今リーチ来たら。ああ、なるほど、なるほど、このローソーを落としきれるという判断ですね。このローソーはいけるっていう判断。これはローソーとリャンピーの比較。あそこで、まあ、ちょっと厳しそうだったらペイペイの選択もあった。もう一巡遅かったらペイペイですね。なるほど、うん、ギリギリのせめぎ合い、ここはローソーとしていきました。さあ、菊田32期入会、プロ入り6年目ということで、まだ、まあ、新人と言っていいのかどうか分かりませんけど、信じられないですよね。信じられないですね、というのも、まあ、まず B1 リーグにいるというのが不思議なぐらい、うん、その一気にジャンプアップをしてきています、うん、D1 リーグから、B2 リーグに特別昇級リーグで、駆け上がったということで、前節は B2 リーグプラス 59.8 ポイントで、昇級ということで、28期マスターズ準優勝、第44期王位戦準優勝、第26、27、29期の東北天勝位、こちらを制しています。どっちも勝ちそうで惜しい試合でしたけどね。あ、準優勝、うん、本当に優勝に近い準優勝、うん、さあ、秋が6球ピンでテンパイを入れています、うん、おっと、ローピン余りそうだな。ローピンが余りそうな菊田。チーピンがない。チーマン、ここでケネスがドラをあんこにしましたが、もうちょっと苦しいか。ちょっと厳しいですね、キューピンロンなんで、そもそも。あ、そうですね、うん、順目はすでに、うん、13巡目、3段目に入ってきています。おー、これ秋さんのテンパイ気づいてるか。秋の捨て牌すごくないですか、この形、うん、ちょっとなんか手を作ってるのかどうか不安になるぐらいですけど、気づいてるっぽいですね。まあ、牌が余ってるっていう感じですね。余ってる感じ、うん、ターツとか牌が余ってるっていう捨て牌になってるんで、もしかしたらケネスさん気づいてるかもかもしれない、うん。あ、でも、ね、あ、でも手が進んでしまうドラさんの形。パーソー切ったら天才。あ、ウーピンでもいっか。ここで統一を落とす形になるのかどうか、うん、ウーピンの方が広い、確かに。あ、キューピン、さあ、ここでキューピンが打ち出されました。秋の上がりです。さあ、ピンク1000点の上がりになりました。さあ、静かに本場が回っていった印象でしょうか。南極ケネスの親番です。藤原の7700だったんで、そんなに静かでもないですかね、うん、ただ他の点数は非常に穏やかに、秋が4
回上がってますか。そうですね、秋さん上がって打ったのでそれほどの痛手ではないかな、ないという形ですね、うん、さあ現在の得点、藤原が 37,500 点、持ちトップ目になっています。さあ親番はケネス。さあ秋またまとまりそうな形、藤原は自敗が多い形になっています。さあ菊田、ソーズの一気通過見えているでしょうか。さあここまで、そうですね、23,900 点持ち、現在ラス目に落ちているケネス、親番生かしたいところでしょうか。ちょっと苦しいですかね、手配がさっきからどうなんですかね。うーん、 A ルールはこんなもんです。こんなもんですか。こんなもんですか。 A ルールはみんな苦しい、こんなもんです、うん、こんなもんですか。そもそもね、あの我々が覚えた頃には赤があったじゃないですか。はい、ね、私は連盟より前に赤があるルールで麻雀を覚えたので、はい、赤があったらドラっていっぱいあるから漫画作りやすい、ね、まあそうですね、うん、赤があるだけで、まあ、表と裏だけで11枚になるみたいなところですもんね、うん、これはもうだって赤がない、はい、ドラは1枚1種類しかない、勘をしても増えない、勘をしても増えない、一発もありません、一発もない、裏ドラもないっていうことなんて、はいはい、こういう戦いになりやすい、もともと苦しいんですよ、うん、生まれつき苦しいゲームなんです、生まれつき苦しい、うん、さあその苦しさの中でうまく巧妙を見出せるんでしょうか。ケネスどうなんですか、こうつてを見ていった感じなんでしょうか。さあそして藤原は本一に向かっています。縦の牌を残しているように見えます。うん、変な皮になってますもんね、ちょっと誰の皮ですか。あ、全体、全体が、うん、確かに自牌が非常に切り出されないという、うん、あー、スーピン重ねました。ケネス2アンコウの形、うん、1人くらい数アンコウかチートやってそうな皮ですよね、全体、あ、全体としては。さあこれは藤原チャンスになったでしょうか。本一手が進んでいきます。目本チートにすると一シャンテン、あ、変なテンパイしちゃった、どうしよう。カングソウですね、はい、カングソウのテンパイ菊田、あ、これはリーチするしない。さあ秋サブローマンでテンパイが入っています、うん、役なしテンパイです、うんうん、リャンパーはさあ藤原は、うん、ローマンを1枚外していきました。6球盤がね、自分から大量に見えてるんで先にローマン外しに行ってますね。さあさらに重ねるケネス、さあ数アンコウのイーシャンテンになっていますケネス、うん、さあ秋サブローマンでのテンパイ、秋さんはローマンを打たれている。さあここでテンパイが入った藤原、ハクとペイのシャンポン待ちでテンパイです。高めはハクで、ペイがないんですね。ペイがない、あ、ペイがないですね、うん、そうか、ペイはケネスともちもちになっています。役割に変えた、アキさんが、あ、タンヤオのテンパイ、うん、さあ、アキがチーピンとウーマンのテンパイになっています。ウーマンがなくてチーピンもないない。さあこれは藤原のハクが山に2枚残っています。1枚かな、あ、1枚ですか。あ、うん、あ、本当だ、菊田が、そうですね、さあ、うん、ここで菊田のつも上がりになりました。つも300、500のつも上がりです。いや、藤原チャンス手でしたが、ここは菊田がさばいていきました。さあ難2局、秋の親番になります。なんかあれですね、上がり点こそそれほどでもないんですけど、大物手を狙っていく人がポツポツといて面白いですね、展開としては。そこから忍者のようにスルスルとすり抜けていく菊田さん。そうですね。さあ菊田、32,100 点持ちの2着目浮きに回っています。この曲はドラ、前の曲ドラの表示牌のパーピンといつでローピン切りスタートだったんで、はい、全然上がる気なかったと思うんですけど、
上がりまで持っていきますね。上がる気がないスタートもやっぱりあるんですね。我々にはいっぱいあります。いっぱい我々には我々クラス我々にはいっぱいあります、はい、いっぱいある、うん、諦めてるから諦めてるんですか。いろんなものをいろんなものを、うん、上がりも諦めてたはずなのにでも頑張った先に上がりがありました、うん、300、500。さあ秋の矢番ドラは2ピンですが E ピンからの切り出しになりました。秋ドラそばから切っていきましたが、さあ藤原ここはペン三図を払っていきます。うん、いい手。秋の E ピンが早いっていうのはこれはどういう意味合いがあるんですか。2ピン引いたら2ピンを使いましょう。ああ、なるほど、そのぐらいの感じで2ピン引いたら2ピンを使いましょうぐらいの感じで。3ピン引いたらちょっと考えるか、ちょっと考えちゃうか。ドラ引きもあるよで初を切っていきました、うんうんうん。いいシャンテン、いいシャンテン、これもいいシャンテン。さあ、うん、秋はリャンシャンテン。ドラが来た、食ったこの形は、おお、欲張り打法ですか。これはこれはこの間ダンプさんがやってたやつだ。あーっと、秋ここでチューンを重ねて、くっつき優秀はマンズソーズって見てますね。マンズソーズが強いだろうと、うん、チーソーがね、自分からちょっとちょこっと見えてるんで上の方いいんじゃないかなみたいな。なるほど、うんうんうん。さあこの選択はどうなるか。さあドラを切っていった、うん、ポンかな。さあ仕掛けました菊田、白の後付けを目指していくでしょうか。タンヤオもいけますよ。あ、そうですね、マンズにくっついたりすればタンヤオの選択も出てくるか、一気通過もありそうですか。これ、あ、急速切ってますね、うん、ドラポンが入ってるんで、もう、あ、はい、なるほど、もう手を作っていくような、何でもない、何でもない手が本手になります。ドラポンが入ってる時はもうかわせば本手だもんね。かわせば本手、うん。さあ苦しいぞ、普通に組んじゃったから藤原さんね、どうすんの。チーソーは切れる。さあ形としては差し子の3色も見えて良さそうですが、うん、先ほど言ったように緊急事態が起こっているということですね、うん。チーソーは切れるんですけど、アキさんがドラを切っているので、はい、アキさんはソーズの上を触ってないのでチーソーどうしようか、はい、ただ今すぐ降りれる牌じゃあんのってなって3ピンがありますね。3ピンですか、ここから、うん、ありますよ、多分藤原さん。ハーピンの選択になりました。まだ行く、まだ行くと。さあマンズが伸びましたが9万振り点の形、これは嫌っていきました。さあタンヤオがつくか、ただそんな余裕はあるんでしょうか。怖い急ぎになりますそもそもマンズが全然切れない。これ、ああ、うん、そうですね、今の場で一番厳しい色はマンズですか、うんうん。マンズは切りたくない。ここで3ピンになる。切れて、ここからが難しいのね。藤原ですか。さあケネス、イーシャンテン、長くなっています。藤原もイーシャンテンの形、リャンカンリャンメンのイーシャンテンです。うん、帰りたい、帰りたい、どこにこれ帰っちゃった、これ帰っちゃった。差し子になってる。あ、なるほど、まだ頑張ってる、まだ頑張っていわゆる。あ、おこですね、あきちゃんね。あ、さあおこですが数万ローマンのシャンポンで転敗となりましたあ、これは打たないな。白は打たない、うん、これは打たないけど、ただそれを仕掛けてさあ菊田、白両マンの天牌になりますが、役があるのは白だけ。1枚ありますね。肩上がりになっています。
白1枚ありますね。さあドラの白1枚、あ、違いますね、白1枚残ってます。ドラを仕掛けている菊田、ドラになっちゃったすいませんこれ他三者から、まあでももうそうですね、役配は切りづらいですもんね。単葉の仕掛けにも見えるかなという気もするんですけど。そうですね、秋さん現状順からなんで、はい、動かすか、これもねチュン切っちゃうかもしれないな。これはもう絶対当たられないチュン、勘をして点数を上げるよりも安全な方を選択しました。ただもともとドラ切ったの秋さんなんで、はい、あ、これ勘すれば4万上がれるじゃない。ああ、そんなそんなルートがあるんでしょうか。勘して出てきたのは、あ、そうでした。多分あったのかな。あ、あ、テンパりましたよ多分。ん、テンパんなかった、ケネスですね。うん、関数1テンパってません。あ、テンパってます、はい、ね、ケネス関数1のテンパになっていますそれも順から三色ですね、うん、三色ですね、はい、単葉三色。嫌です、嫌です、嫌です。秋、先ほどトンバでは藤原に7700ドラさんへの補充がありました。今度は菊田、さあ菊田ハフドラさんの上がりになりました、ドラ4ですね、失礼しました、ドラ4でした、そうだ缶が入ってましたね、今7700かと思いました。8000の上がりです。だ、各ドラ4の上がりとなりました。今のは単ヤオに見えてるんですかね。勝負かけ、勝負かけた、自分の親番で、うん、親番の意地もかけてということでしょうか。さあ南三局藤原の親番です。ドラは両蔵、藤原ドラの両蔵が1枚。さあ菊田マンズが多い形、さあケネスドラなしの形、両面立つが多くありました。秋は何が問います。菊田チャンス手ですか。さあ先ほどの上がりで菊田持ち点は4100点、トップ目です。さあドラを引いてきた秋、菊田さんはもう今のうちに勝った方がいいですね。今のうちに勝つというのは今のうちに得点を稼ぐということですか。もう秋さんがどれぐらい見てるかわからないんですけど、多分秋さんの情報の中に、うん、菊田さんのシングルバックは多分なかったですね。で、役牌が全部出てたので、はい、今役牌が当たるとしたらバックはシングルしかなかったですね。白のみ、白だけにかけるドラポンだったんで、それはもう菊田さんはしないんじゃないかと。白あんこのマンズの両面なんかが濃厚っていうことで、うん、多分今出たので、はい、これが今一回見えてしまった以上は次の白バックはもう、はい、通用しない、多分通用しないです。なるほど。2種類ぐらいあればねバックも全然あるんですけど、今1種類しかなかったので、はい、ここ結構やらない人のが多いですよね。なるほど。シングルバックのドラポン、はいはい、うん、さあ菊田が初を仕掛けて換算万テンパイを入れています。3万は藤原のところに2枚ですか。山に2枚残っています。換算万マッチでも変わりそうですよね、いろいろ。これはあのワックスプロの力を借りないといろいろ難しいかと思います。マジですか。いや、ウーマンを引いてきたりとかもうなんかわけがわかりません。ウーマンは簡単じゃないか。だって今換算万でしょ。あ、そうですね。ウーマンは数字万6、9万ですか。はい、3もいけるのか。数字万サブロ9万か。リャンマンとかの時はね、どうしようかなみたいな。リャンマン難しいですね。あ、選べるのは難しいですよね、はい、選べないまま上がれるのが永久本一。永久本一、永久本一選ばなくていいやつ。なるほど、本一としては上がりやすい。永久免陣とか言いません。永久免陣ってどういうことですか。1枚も余ってない、ね、
あなるほど、あそういうことですね、うん、1枚も余ってなくて、はい、あの間違い1種類しかない、絶対間違いない、なるほど、永久フェンチ。さあ秋から、リーチが入っています。町はイースソー、藤原さんが掴んだイースソーと、はい、ドラガリアン像なんでリーチドライチのリーチになってます。まあ降りるんですけど、どうやって降りようかな。連盟公式ルール3万点を基準として浮き沈みで順位点が変わってきます。藤原37,200点、2着目十分偉いですもんね。うん、まあ多分29,000点。ああ掴んだ。あここで菊田宝珠となりました。さあ秋の上がりとなりました。リーチドライチ2600の上がりです。秋の上がりで初めてドラの名前を言ってます。今までドラが全くついてなかったんですが、リーチドライチと一曲一貫パスを上がって、あの時ドラついてました。ああそうかそうでしたね、2回目ですね。さあオーラスになります。菊田の親番です。ドラはチュン。さあ菊田のハイパイ、マンズで1面完成、ドラが1枚。さあ続いてキュネス、ドラなし、ピンズで1面完成しています。さあ続いて秋、ちょっと苦しい形が多いでしょうか。藤原、こちらもちょっとバラバラとした手配になっています。さあ菊田宝珠となりましたが、まだトップ目ということで、うん、トップで終わりたいですよね。どうなんですか。あんまり考えてないと思いますが、はい、トップと2着4ポイントしか変わらないから、ね、まあ、浮いてれば構わないだろうという感じですか。浮いてればとか浮いてなくても、はい、あんまり気にしない方がいいな。そんなことより、はい、じゃあ8000点の手は絶対8000点で上がってますかっていう。どういうことですかそれは。8000点の手を、はい、泣いて残球とかにして上がってる人が、はい、それは私かもしれないです、はい、私もですけど、はい、そういう人が、はい、あの着順を気にしてトップ取りたいって言ってるのおかしくないですか。4ポイントわかります。なるほど、そういうことですね、うん、そこで4ポイント、うん、着順の4ポイントで無理をするぐらいだったら、手配で無理をした方がいいですよね、うん、なるほど、うん、そういうことですね。リスクは伴うんで着順の、はい、あれにはそうですね、うん、あのまあ一着順上がるからって言って1000点で押していくぐらいだったら、そもそも3900のところを7700や8000にしとこう、うん、そうですね。ああそういうことですね、なるほど。どういうことよオーラスになってからそんなことで騒いでるのはおかしいっていうことですよね。わかりました、なるほど。明日のリーグ戦に生かしていきたいと思います。どうしよう、泣けて上がれる残機を上がらなかった、上がらなかったっていうことももしかしたら出るかもしれませんが、だから逆にこの手は8000点なんだけど、はい、これをチーして上がったらトップになるみたいなチーはするってことですね。なるほど、バランス的にはそうすると。さあケネスがパーピンからの仕掛け入れていきました。これは単野を仕掛けということですよね。ここはもう終わらせてしまいたいということですか、ケネスからすると。マキさん浮かないからな、別に何なんだろうな、まあ、終わらせてるんでしょうね。ドラのチューンが見えないから終わらせちゃおうってことなんでしょう、はい、あーなるほど、ね、まあ、継承ですからね、この 23,400 点の3着、うん、継承なんで、ケネスさんはやっぱ爆発力がないんで。なるほど、自分の時間じゃまだないけれど、そのタイミングまでは、うん、ここ3着でもいいから大きな怪我をしなければ、うん、まあ、っていうこと取り戻せるだろうと。さあケネスが両面両面のイーシャンテン、ゴロチの3色も見えています。そう、ソーツで当たるんなら秋さんからスチソいっぱい見えてたんで、このスーツ危ないなっていう。なるほど、そういう証拠ですね。さあ、これは
これは大ブレーキですよね、うん、切って泣かれたら元も子もないか。さあどうしましょうか。あんこができてしまいました、うん、チーピンよく見えるんですね。しかしここはチーピンを切っていく、うん、スーあんこあるよ。スーあんこちょっとないけど。ないんですか。はい、はい、がちょっと本当はないけど、全てを見通してしまうとはいはありません、はい、ないけど言ってる、ないことが見えれば諦められるんですけどね。見えてないけど。見えてないから。そうですよね。パソーと違うがないかな。確かパソーはないですね、はい、チーマンもない、もないですか、うん、はい、チーマンもないですね、うん、あ、テンパイ。あ、ただここで藤原チート室のテンパイ、トンタン機のテンパイは聞くロンだね、それ、うん、さあここで打ち出されました。さあ藤原チート室1600上がりきりました。さあ1回戦が終了しました。1回戦トップから藤原、2着に菊田、3着ケネス、4着秋の並びで終了です。続いては2回戦です。